皆さんこんにちは、じゅんです。今日はですね、皆さんにカンボジアへ来る前に知っておきたいこと3選を紹介したいと思います。カンボジアはね、渡航規制がだいぶ前から緩くなってたんですけど、日本の方々が最近来やすくなったのか、いろんな方からカンボジア渡航に関するメッセージをもらうようになって、今後きっともっと増えていくと思うので、そういった方たちに向けて、まあ、安心要素の一つになれればいいかなと思って、今回こういう動画を作りたいと思います。カンボジアっていうと発展途上で貧困の国っていうイメージが先行してると思うんですけど、まあ、あながちね間違ってはないんですけど、首都プノンペンだけで見たらそういうことでもないし、結構高いビルも多かったり、日本食に限らずいろんな種類のレストランがあったりして、日本で見る情報と全然違う感じではあるので、安心して皆さんも旅行できるんじゃないかなっていうふうに思います。実際ね、僕の両親も先々月ぐらいに来たんですけど、帰る頃にはカンボジアってこういう国なんだ、いいねって言って帰ってくれたので、きっと皆さんもそういった感情を抱くんじゃないかなと思います。僕が今回紹介する3つ以外にも、こういうことを知っといた方がいいよっていう情報もあると思うので、それはぜひね、カンボジアにすでに来た方や今在住の方、コメントで今後カンボジアに来る人に向けてシェアしてください。お願いします。早速もう皆さんに紹介していきたいと思うんですけど、まず一つ目はビザについてですね。カンボジアは日本の方でも入国する際にビザが必要になっていて、最長1ヶ月間いることができます。ビザの種類はね、4種類ぐらいあるんですけど、取得方法が3つあって、一つ目が在日カンボジア大使館もしくは領事館で申請を行う、これは実際に自分で行かないとできないんですけど、2つ目が E ビザって言ってオンライン申請によるビザですね。でこれはオンラインでビザを申請してカンボジアに着いた時に、まあ、そのオンラインビザを見せるっていう流れかな多分。で3つ目がアライバルビザって言ってカンボジアに着いた時に発給してもらうビザになります。で僕自身はこの3つの中で今まで実際にカンボジア大使館に行って申請してそれを受け取ってっていうことしかしたことがないので、それ以外の2つに関しては僕は経験がないので、まあ、経験者の方は、まあ、簡単だったのか難しかったのか、そういったことあればね、ぜひシェアしていただければ嬉しいです。手配が難しいとか不安がある方は実際にも大使館とか領事館に行って申請するのが、まあ、間違いないのかなっていうふうに思います。カンボジアビザって調べればいっぱい出てくると思うので、不安がある方はぜひ見てください。参考になりそうなサイトは僕の概要欄に貼っておきます。2つ目は SIM カードについてです。まあ、Wi-Fi を持ってきてもいいんですけど、まあ、ちょっと僕 Wi-Fi の値段がどれくらいか分かんないんであれですけど、もし SIM フリーの携帯を持ってるんだったら実際にカンボジアについて SIM カードを買った方が断然安いと思うし、すごい便利だと思います。カンボジアは5ドルとかあれば1ヶ月使えるので、まあ、もし SIM フリーの携帯を持ってるんだったら僕はそっちの方をおすすめするかなっていう感じです。空港を着いて出るじゃないですか。その出口のところにカンボジアの大手3社ぐらいあるんですよね。その中で僕がおすすめするのはセルカードもしくはスマートっていう会社、そこの2つどっちかを選んでおけばまあ間違いないかなと思います。カンボジアはね、だいたいレストランカフェには Wi-Fi が入ってるので容量の心配もそんなにないと思うので、今僕だったら SIM フリーにして SIM カードをこっちで買うかなっていう感じですね。まあ Wi-Fi を持ってきてもいいのかなとも思います。3つ目がグラブのダウンロードをしておくことです。まあグラブっていうのは配車アプリなんですけど、飛行機で来る方が大体だと思うんですけど、空港はねキャッチがめちゃくちゃいるんですよ。金額とかも大体2倍とか下手したら3倍とかふっかけてくる人とかもいるので、まあ、やっぱねぼったくりは嫌じゃないですか。適正価格でちゃんと移動したいって思うのであればグラブを事前にダウンロードしておくことをお勧めします。まあ、なんでねグラブを事前ダウンロードしておいてほしいかっていうと、グラブは携帯電話番号の認証が必要なんですよ。
日本の番号をカンボジアに持ってきて電話認証しようとしてもできないんですよね、日本の番号だから。だから事前に日本でグラブのアプリを取って電話番号認証までしといてからのこっちに来れば使えるので、なのでね、事前にダウンロードしておくことをお勧めします。カンボジアの番号を取ってからグラブダウンロードできるんですけど、それでもいいんですけど手間がかかっちゃうので、でなんかバタバタしちゃいそうじゃないですか。カンボジア着いた時にグラブを使えるようにしておけばいいのかなっていうふうに思います。ちょっと手短に紹介しちゃったんですけど、事前にこの3つだけ押さえておけばバタバタせずに到着してすぐに自分の目的地に行けるんじゃないかなと思います。カンボジア観光客とかビジネスマンとかいっぱい入ってきてるなっていう風に印象を受けますね。最近ねちょっと動画全然出せてなくてペース悪くて本当ちょっと申し訳ないですね。最近観光客の方とかも増えてきてるので、こういう情報が役に立つかなと思うので、今後ね Vlog よりも高知系の動画がちょっと増えるかもしれないんですけど、引き続き僕の動画を視聴して応援してくだされば嬉しいです。今日の動画はこんな感じになります。見てくれてありがとうございました。またお願いします。バイバイ。